ガレオン船、ガレオン船とは十六世紀半ば十八世紀頃の小船の一種である。単にガレオン、またはガリオンなどとも表記される。ガレオンは大航海時代前半に遠洋航海の基礎を築いたキャラックから発展した船型でキャラックより小さめの船首楼と大きい一から二層の船尾楼を持ち、四から五本の帆柱を備え、一列か二列の方列があった。 キャラックに比べて、幅と全長の比が1、4と長く、2が多く詰める、スマートで喫水が浅いためより速度が出るといったメリットがあった反面、安定性に欠け転覆もしやすくなるデメリットもあった。大型船による海上交通で盛んに用いられ、大量の砲を備え戦闘に特化した、戦列艦へも発展していった。いわゆる黒船や19世紀の鉄製蒸気船。 登場以前の大型遠洋船の花形といえる。スペインのガレオン船は3本マストを搭載し、船体は500から600トンほどだった。この船は性能よりも派手さを意識していたので、船の性能は悪く、スピードもあまり出なかった。そのため、ガレオン船はよりスピードの出るスループ船を使用していた海賊の襲撃に弱かった。スペインのガレオン船の船名には、 ヌエストラ・セニョーラ、我らが、聖母・マリアと訳されると、いう言葉が含まれることが多かった。西欧各国でこぞって軍艦、大型商船として運用され、スペインはこれを大型化して、新大陸の植民地の富を本国に護送するために、使った。フランシス・ドレイクが、世界一周に使用した、ゴールデン・ハインド号、305トンなどは有名な、ガレオン船である。遠洋航海が、 各国の重要な産業となったことで、海上交通の密度や重要性はより高まり、競争が武力衝突に発展することも多くなった。無敵艦隊の機関であったサンマルティン号は、乗員600名、50門ほどの大砲を備え、戦闘台であったとされる。後に、無敵艦隊を破ったイギリス海軍により、ガレオンで単獣人を組んだ艦隊による、 一斉砲撃戦術が確立された。この単獣人での砲撃をより効果的にするために、さらに甲板を多層化し大砲を装備するなどして、抜きんでた戦闘力を持つ戦闘専用艦として発展したのが、戦列艦である。1607年、サンブエナ・ベントーラー120トンが徳川家康の命令で、ウィリアム・アダムスによって、伊豆国伊東の松川河口で建造された。 日本で最初に建造をされた西洋式の大型帆船である。当時、フィリピン総督ドン・ロドリゴラ一行がマニラからアカプルコへ向けての航行中に台風に遭い、暴走の温宿海岸で遭難し地元民に救出されていた。その後、一行がアカプルコへ帰還する際に三部エーナ、ベントゥーラ号を使用した。元船には田中翔介ら日本人22人が同乗し、 アメリカ大陸へ渡った初めての日本人となった。帰国したドン・ロドリゴは、有名な航海士、セバスティアン・ビスカイノを返礼の大使として、日本へ派遣た。しかし、ビスカイノの帰国時に船が大破したため、ダテマサムネが別のガレオン船建造を幕府に願い出て、承認された。1613年、サンファン、バウティスタ号、500トンが、ダテマサムネの命令で、 フランシスコ海宣教師、ルイス・ソテロとセバスティアン・ビスカイノによって、仙台藩石巻で建造された。サンファン、バウティスタ号は日本で最初に建造された、ガレオン船であるとされている。ルイス・ソテロ及びハセクラ・ツネー以下の使節団が、ローマ教皇のもとに派遣された時に、本船は太平洋を横断して、メキシコ・アカプルコへ送り届け、同使節団の木とにも、 メキシコから日本へ連れ帰った。1630年代に相次いだ鎖国令により国産沿用船の歴史は断たれたものの、伊達政宗が1613年に仙台藩内で建造させ太平洋に往復したサンファン・バウティスタ号は紛れもなく当時の世界水準に達した大型ガレオ船であった。 大航海時代を支えたガレオンブネそのものが日本史のみならず世界史の上で重要であることに加え、仙台藩の地元職人の手により建造された史実は貴重であり、この世界史に残された事業は日本史のみならず東西交流の歴史の上でも欠かせないものとなっている。この歴史をより深く研究し伝えることは県内のみならず日本にとっても重要であり、 有志団体や研究者を中心とした団体から始まって宮城県における全県的な取り組みとなり再建計画がスタートした。復元船は残されていた寸法図などの資料を建造当時にも用いられた在来工法の専門家らの交渉をもとに宮城県石巻市の造船場において高い再現性を目指した木造船工法により建造され、 1993年に浸水、石巻市内の港で、渓流展示が開始された。再建時、すでに伝統的な木造船の建造技術自体が消滅寸前であるため、ガレオン船そのものの交渉と並んで、当時から伝わる技術を持った船大工の召集も、また難事業であった。このため、同船は、貴重な国産ガレオン船の復元船であると同時に、 当時、銅線建造時にも用いられ、連綿と受け継がれてきた、在来広報の貴重な資料としての役割も担う、結果になっている。2011年の東日本大震災の際、経流されている港も津波に襲われ、周辺展示施設の多くが流出するなど、多大な被害を受けたが、経流状態の銅線は津波を乗り越え大きな損傷は受けず、現在も、同地で、 経流展示され、乗船が可能である。船内では、ガレ温泉の当時のままの船内や構造を見学できる。また、船内や周囲の展示施設では、当時の船内生活、公開用具と公開術及び、導線が用いられた、慶長施設に関する展示が行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。